く良くなかった？私も思った。今までで一番音がまとまってる感じがして。そうだね、今の演奏が一番いいと思う。いくつか気になる箇所はあるけど、この調子ならライブまでに直せそうだね。やったー、ルカさん、シホちゃんに褒めてもらえたよ。ふふ、よかったわね。みんな一生懸命練習していたものね。オリジナル曲も作ってるんだよね。そっちの調子はどう？曲の方は細かい部分の調整中です。あともう少しで完成できそうってところですね。そうなんだ、完成が楽しみだね。歌詞はいつかが作ってるんだよね。どこまで進んでるの？まだ納得できるものはできてなくて、みんなに見せられるにはもう少し時間がかかるかも。そっか。でも焦らなくても大丈夫だよ。悩んだ分だけきっといい歌詞ができるはずだから。そうそう、それにこういうのはなんかある日突然ポンって思いついたりするかもだしね。それは適当すぎない？ミク、リン、ありがとう。合わせ練習もオリジナル曲作りも順調に進んでる。この4人でライブができるんだ。それじゃあ今の感覚を忘れないうちに最後にもう一回通しでやろう。練習もお疲れ様。お疲れ様。最後の合わせも良かったね。そうだね、安定感があったっていうか馴染む感じがあったっていうか、うまく言えないけどそんな感じがした。まだ詰めないといけないところはあるけどね。でもだいぶ良くなってきてる。この調子でライブまで練習していこう。でも、あまり無理はしすぎないようにね。ええ、そうね。たまには息抜きをするのも大切よ。息抜きか。あ、それじゃあ、十五夜の日にみんなでお月見パーティーしようよ。ああ、いいね。最近お月様が綺麗だし。でも、お月見って何するんだっけ？お団子を飾って食べるくらいしか思いつかないけど。ああ、確かに。お花見やひな祭りの時は料理とかお弁当のイメージがあるけど、お月見の料理って何かあったかな？なんでも食べちゃえばいいじゃん。こういうのは雰囲気が大事なんだから、飲みてやっちゃえばよ。そうそう、好きなもの持ち寄ってみんなで食べようよ。ふふふ、いいわね。ねえ、今年は久しぶりに一緒にお月見をしない？ん？小さい頃は家族で一緒にしていたけれど、最近は全然していなかったでしょ。だから久しぶりに子供の頃みたくお月見したいなって。どうかしら。それじゃあ十五夜の日は練習の後にお月見パーティーをしようか。志保どうかな？志保ちゃん、どうしたの？あ、ごめん、ちょっと考え事してて。別に大したことじゃないんだけど、昨日お姉ちゃんから一緒にお月見しようって誘われたんだ。え、そうだったんだ。うん、けど
練習に集中したいって言って断ったんだ。まあこの年になって家族でお月見するのも子供っぽいかなと思ってたからいいんだけど。ねえ、しほちゃん、しずく先輩とお月見した方がいいよ。うん、そうだね。しずく先輩にはいろいろ気にかけてもらってるし、たまには一緒に過ごすのもいいんじゃないかな。うんうん、しずく先輩、しほちゃんのこと大好きなのに、いつも私たちが独り占めしちゃってるもんね。別にそんなこと気にしなくても。でも私も先に賛成かな。しずく先輩きっと喜ぶと思うよ。お、そうだ、しずく先輩も呼んでみんなでお月見パーティーするのはどう？それは絶対に嫌。そっか、じゃあ今年はみんな家族でお月見パーティーするっていうのはどう？そうだね、しずく先輩もしほちゃんと一緒に過ごしたいと思うし。私も賛成。その日は早めに練習を切り上げて家でゆっくり過ごそうか。うん、私もお兄ちゃんと一緒にお月見パーティーしよっかな。私もお月見のお団子手作りしちゃおうかな。それじゃあしほちゃん、また明日ね。気をつけて帰ってね。うん、バイバイ。それにしてもお月見か。小さい頃はお姉ちゃんと一緒によくやったっけ。うん、その中でも一番最初に思い出すのは幼稚園で初めてお月見会をやった時かな。あの時は確か。はーい。お月見会って何するんだろうって思ってたけど、うさぎさんになってお団子を作るんだ。楽しそう。お団子ってどうやって作るんだろう。泥団子と一緒の作り方なのかも。ねえ、お姉ちゃんも一緒に。お団子作るの楽しみね。早く作りたいな。いいわよ。あ、お姉ちゃん、お友達と一緒に作るのかな。はあ、じゃあ私は。